武田塾イングリッシュ入会金が半額になる春の英語力アップキャンペーン始まりました。教材費などに充てられる5000円分のギフトカードももらえます。キャンペーンは6月30日までです。武田塾イングリッシュの伊関です。森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。森田先生、はい、武田塾イングリッシュって英検コースあるじゃないですか。ありますね。でもそもそも英検って何に活かせるんですか。確かにっていうことについて、うん、たまに聞かれたりもするので、はい、この動画でまとめてですね、全部の Q これに使えるよっていうことをですね、紹介していきたいなと思います。はい、まず5級からですね。何に使えるんですか5級。そうですよね、はい、何に使えるんだって思ってる方いらっしゃると思うんですけども、実は中学校入試で加点されたりとか、奨、はいはい、学金制度の条件になっている中学校もある。あ、そうなんですね。ですね、はい、この奨学金制度 の入試形態だとこれが、うん、5級が必要ですよとかね、なっているところがあるので、まあ確かにちょっと視聴者の方にはあまり需要がない級かもしれないですね、まあ、お子さんたちにって感じですね。そうですね、中学初級程度のものになるので、確かに小学生のうちに身につけておいたら、うん、先取り学習してるっていう、なるほど、扱われる級ということですね、はい、では次4級ですね。こちら中学中級レベルになってくるんですけども、中学入試で加点対象となるところもありますし、中学校によっては受験免除になるところがあったりとかします。あと高校入試なんかでも加点になることが4級からは出てきますね。そうなんですね、はい、まあ、3級からがね高校入試だと一般的なので、もう本当に一部の高校という形なんですけども、あと合否判定の際に考慮されることもあります。なるほど、まあ、この子とこの子どっちにしようかなっていう時に判断される材料になったりとかですね。でまあ、4級はちょっと持ってるとメリットが出てくる人が多いんじゃないかなっていう級ですね、うん、なるほど、はい、さあ次が3級ですね、はいはい、まあ、中学生の方とかでね3級目指すっていう方結構多いんじゃないですかね。ここからが公立の高校受験でもこう加点が期待できる級になりますので、うん、レベルでいうと中学卒業レベルなんですけど、はい、あと推薦入試なんかのもう出願条件として単級、まあ、もしくは準2級次のレベルの、持ってることを必須とするケースなんかもありますね。なるほど、はい、やっぱり中学生がたくさん取るってイメージですよね、はい、まあそうですよね、まあ、ここ3級から勉強し始めるなんていう人もいるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、大人の学び直しはそこからやる人が多いかなと思いますね。ちなみに僕は中学3年生の時に3級を受けて落ちました中学3年生の時に合格しました。おお、さすがですね。いや、さすがじゃないですかね。中1とかで合格する人いっぱいいますから。ですね。もう本当に幼少期からもう英語学習やってるよっていう人はもう早く受かっちゃいますよね。そうですね。小学生とか受かりますね、うん、3級は。はい、では次のレベルが準2級です、ね。はい、まあ、これは高校中級レベルになってくるんですけども、中学校から高校にへの推薦入試の出願条件になる高校も、まあ、ハイレベルな高校とかだと出てくる級ですね、はい、あとはもう準2級持ってるともう要は高校レベルの内容をやってるってことなんで、はい、特待生になる高校もあったりします。大学の方で大学入試で使えるところも準2級からだと出てくるんですね、はい、出てきますね、はい、まあ、スコアがさらに条件になったりするところもあるんですけども、準2級持ってると英語の試験を受ける代わりに80点換算しますよとかね、うんうんうん、まあ、大学によって条件は異なるんですけども、準2級から大学入試でも評価されてくるという感じですね。なのでちょっとレベルが上がってきます、はい、そしてさらにレベルが上がるのが2級、うん、これが高校卒業レベルっていうやつですね。高校で習う範囲ぐらいの知識はもうちゃんと定着してるよっていうことを証明できる級になるんですけども、2級からは大学入試でももちろん使えるんですけども、就活でも評価されるケースも出てきます。なるほど、なるほど、はい、まあ、お仕事とかね、求人を探すウェブサイトで調べてもらうとたまに出てくるんですけど、2級からっていう風に書いてあるところもあったりするので、る、まあ、あと2級相当の英語力を持っている人とかね、まあ、英語を使うジムなんかは、まあ、その話すことはないかもしれないけど理解できるとか、ちょっと書けるっていうスキルが必要とされる仕事になってくると2級が必要になってくるっていう感じですね。で次が準1級ですね、はい、まあ、一応英検のホームページだと大学中級程度って書いてあるんですけど、まあ、大学入試だと総計レベルとか言われたりするんですけど、まあ、ちょっと違いますよね。そうですね、総計入試はなんか難易度が全然またちょっと違いますからね、かなり難しい試験になります。やっぱ英検2級までだったら結構簡単に取れる人が多いんですけど、準1級になってくるとだいぶこうグッて難しくなります ね。なので、まあ、就職でももちろん有利になるレベルですね、まあ、2級と準1級だと全然レベル違うんで、話せる、あと書けるっていうことになってくるかなと思います。あとはあれですかね、教育実習とかでも。そうですね、教育実習でも準1級持っといてねっていうのはありますね。そもそも教員で準1級ないと
雇えないよっていう学校があるので、そういうところは教育実習生にも同じように課してるってことがありますね。なるほど。なんか他に仕事で必要になることとかってあるんですか？まあ、英語の先生とかは多いですね、うん、準一持ってることっていう風になっていることがありますね。あとはまあただやっぱ高校生もいっぱい最近はもう持ってますね。マーチとかに出願するのに点数なきゃいけないっていう人たちも持ってるので、うん、確かに。なんで準一の人気っていうのはここ最近増したなっていう印象ですね、うんうん、大学受験だともう満点扱いになるところもありますからね。はい、はい、ではもう最後の級が、はい、いよいよ1級ですね。そうですね。ドヤれる資格、うん、そうね、どうやること以外に何が使えるんだっていう感じだと思います、はい。まあ、一応メリットあるんで、はい、簡単にお話しすると、通訳案内士の英語テストが免除になる。ああ、免除になりますね、はい、確かに、はい、大学受験でも一部一級があると、あの最高の加算得点がもらえる、まあ、早稲田の国境とかあったりしますけど、まあ、他の大学とかだとやっぱ準一級までになってるところが多いと思うので、うん、一級持ってるからもうすごいプラスなメリットがあるっていうのはあんまりないかもしれないですね。そうですね。自分の趣味の段階とかせっかくやるんだったら一番上をっていうのにはいいと思います ね、 ですね。まあ、英検自体は日本人すごい皆さん知ってると思うので、はい、その中でも一番難しい資格取ったぞっていう達成感を ね味わえるっていうのがメリットかもしれないです。であとはあれですね、まあ、英検自体としてはね、やっぱり4技能をアピールできるっていうところもありますんで、あのトイックだけだと喋れるのこの人、本当にメールとか書けるのとか思われるかもしれないですけど、まあ、そこを証明したい人とかですね。ということで、まあ、英検5級から1級それぞれ何に活かせるのかについてちょっと解説してきたんですけども、意外とあこんなメリットあるんだみたいなのとかありましたね、うん、はい、ぜひ皆さんも4技能アピールしたいよっていう人はね、英検にチャレンジしてもらえるといいんじゃないかなと思います。英クイズ、はい、前回の問題ですが、はい、Beauty is in the eye of the beholder っていうやつなんですけども、まあこれですね、 beholder っていうのが見る人のことを表しますね、うん、で美っていうんですね、美しさっていうのは見るものの目に宿るっていうことです、うん、はい、そのもの自体が美しいというよりはその見てる人のまあ感覚によるものだよっていうんですよね、はい、まあ、例えば伊崎さんはね、まあ、渡辺直美が大好きだと思うので、そうですね、はい、ちょっとそれで言ってみましょう。 You think Naomi Watanabe is beautiful? I don't think so. Oh, beauty is in the eye of the beholder っていうことですね、はい、見るものの目に宿る、ね、なるほど、見る人によって違うということです、まあ、では今回の英語クイズなんですけども、はい、Storm in a teacup という表現ですね。ティーカップの中の嵐、どういうことなのか、はい、まあ、考えてみていただいて、コメント欄に例文書いてみてください。4発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.